わあ、美味しそう。ハーゲンダッツめちゃくちゃ好き。めっちゃ好きで、昨日も太るって分かってるのに食べちゃった。しかも2個。でもアイスってあんまり太らないっていう。アイス。本当？本当？本当？いや、わかる。キッパーでござる。いや、キッパーでござるじゃん。ちょっと待って、めちゃくちゃキッパーなんですけど。アイスを食べると体が冷えるから、それで聞いたことある。熱を体温上げるとして、またカロリー使うみたいな。じゃあ、はい、ありがとうございます。おいしい。で、いや、これなんか食べちゃダメでしょ、普通に。本当はこのまま食べたいでしょ。中見えてるね。アイスにかける醤油。でもアイスにかける醤油ってわざわざ書いてあるってことは、それ専用に作られたってことなんでしょ、うん、これ金沢のお土産。特製レシピで美味しくできました。アイスにかける醤油、バニラアイスや豆乳アイス、ソフトクリームに、お餅や白玉くず切りに。いや、お餅や白玉くず切りにはなんとなくわかるじゃん、うん、アイスだよ。プリンに醤油をかけると何かの味になる的な。それね、ウニになる。ハーゲンダッツわざわざ買ってきてウニやる。じゃあかけてみましょうかね。どんどん溶けてきますからね。もうハーゲンダッツのバニラ味はもう試食しなくてもどんな味か知ってますもんね、多分。なんこれ加減がね、ちょっと待って。あとね、私ね、卵かけご飯専用の醤油持ってるんだけど、同じ匂いするよ、大丈夫？いやいや、卵かけご飯の醤油じゃない、そっくり。なんか、だし醤油。これバニラに。怖っ。しかもこれ、どんぐらいかければいいか、加減の。あ、怖い。そういったインストラクションはね、ないの。ただ、何滴垂らしてくださいとかない。この絵に、そっとやってみようか。これぐらいにしようか。これぐらいお願いします。かけすぎとか言わないで、絶対そういうことじゃないから。こういうことでしょ、うん、あ、美味しそう。見た目はキャラメリーゼみたいな。じゃあいただきます。やばいって。食べるよ。いただきます。うん、あのね、もっとね、違うリアクションしたろうと思ったけど、美味しい、普通に。ただ、ハーゲンダッツの力も大きい。でもね、美味しい。あの、キャラメルっぽくなる。じゃあキャラメルかけたらって話なんだけど、何なんだろう、これ。みたらし団子みたいになる。あー、なるほど。醤油っぽい、でも甘いみたいな。うん、超美味しい。あ、ほんとだ、みたらし系ね、みたらし系。甘じょっぱい、みたらし団子っぽい。でも、あのスイカに塩かけるみたいに、なんか甘さを引き立てるというか、そういう感じ、うん、そういう感じ。和風に、ちょっと和風になる。ちょっと和風だね。え、めっちゃ美味しい。でもこれハーゲンダッツじゃない。ハーゲンダッツだからかな。スーパーカップとかで出せる。スーパーカップとかで、ね、やってみたいね。スーパーカップで釣れるじゃないか。わー、逆にさ、これで寿司食ったらまずいのかな。おお。なんか醤油としての働きはどれぐらいするんだろうみたいな。あれの味がする。ポタポタ焼き、あ、せんべいの。やっぱあの醤油プラス甘いっていう感じだね。めっちゃ食べちゃった。うわ、それいく、それいく。醤油だぜこれ。めっちゃ醤油。そんなにしょっぱくないでしょ。いや、めっちゃ醤油だよ。調味料直接食べる人いないよ、うん、ほのかに甘いけど醤油だよね。醤油は醤油。大変美味しかったですね、はい、でもこれで今度は
寿司か刺身かなんかを食べてみようと思います。醤油本来の使い方をして、うんうん、というわけで、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。これで刺身を食います。誰が